えー、ゴールデンウィークに仕事を入れた部長を殴りたい男です。男です。で、今日は体調が悪い気がしなくもないような気がしなくもないので、ちょっと体温計で熱を測っていこうかなと。まさか、熱があるんじゃないか。そうなんだよ。熱があったらどうしようかなっていうね。っていうか、このズボン汚くね。いや、確かに超汚いな。まあまあ、家でしか開かないんだから、いいんじゃないか。うん、まあ、それもそうだけどよ。でも見てよ、この毛玉の数、汚いな。 早く新しいの買えばいいのに。てかさ、熱あったらどうすんだよ。最悪のゴールデンウィークになりそうで。うわ、どうしよう。熱だったらめっちゃなえる。熱ならお前も鬼にならない。早く確認してくれよ。このゴールデンウィークの面を分けるぜ。おい、まずいぞ。なんだよ、どうして自分で確認するのが怖い。誰か見てくれないか。いや、早く見ろよ。ファンダンが遅い。お前はとにかくファンダンが遅い。まずいぞ、みんな見てくれ。熱が。 三十六度三分。いや、平熱かよー。